8回目ラウンド8。さあ第8ラウンドです。前に出てきます天海津波。まあ、コーナーに戻った時のこの津波を見ていても非常に余裕あります。ただまあポイント的にはおそらく3は多少負けているというのは印象あるはずです。まあ、したがってこの後半に入ってもう8ラウンドを迎えていますから、戸川さん、まあ、そろそろまあ出てくるかなという感じもするんですかね。そうですね、まあ、それに対してまたいかに打ち返せるか。ただやはり自分のこのボクシングスタイルを貫いています。レアクさん、とにかく前に出ますからね、津波はね、本当にいいプレッシャーですよ。はい、上野さん、はい、津波サイドです、依然頭を振って上下上下、この声が飛んでいます。そうですか、はい、という旗のリポーターなんですが、上下上下、そして頭を振る、まあ、とにかくこのチャンピオンのパンチを防いでいこうということになりますが、ここは激しい打ち合いです。まあ、フットワークはもちろんこのチャンピオンさんは速いんですが、前回津波も負けていません。もともとはサッカー部でした。まあ、サッカーで鍛えると横のステップ、これが非常にやはり自分も有効だという話をしています。やはりこのサウスポーオーソドックスの違いありますから、戸川さん、やっぱりこの横のステップでも大事になりますよね。そうですね、追い詰めるのに、はい、すごくいいと思います。まあ、特にこの前回津波が言っていたのは、やはりこの足の位置、この場所取りもなるなという話をしていました。まあ、パンチを打つミンフックにしても、やはりこのチャンピオンの右足よりもやっぱり外に出したいこの展開の左足、まあ、そういったイメージを描いていました。さあ、ここも激しい打ち合いです。もう第8ラウンドに入っています。右でストレート、左フック、これも入っています。まあ、チャンピオンもちろん負けていませんが、激しい打ち合いです。まあ、打ち合いになったら天海さんに負けません。ロープで追い詰めた、ここを引いてるか。さあ、しかしもう5秒切りました。まあ、その刺激が飛んでいます。そしてここでゴングになりました。第8ラウンドを終了しています。残りあと2ラウンド、第9ラウンドで入りました。 WBA 女子世界スーパーフライ級タイトルマッチです。チャンピオンのサン・シーエン、中国です。そして、まあ、同級1位になりますが、挑戦者の天海津波です。まあ、ここまでは富樫さん、非常にいい展開、富樫さんの採点では、まあ、ずっとですね、展開有利、3ラウンドからもう1ポイントずつ有利という形になってますよね。そうですね、クリーンヒットは入って、まあ、チャンピオン返してますけどね、はい、効いてると思います。そうですか。まあ、富樫さんも WBC の今チャンピオンなんですが、リングの上とまたこのリングの下では随分気持ち違うんですが、まあ、余裕のある今日の試合という感じになりましょうかね。こう見てると、下から見てますとね。そうですね、まあ、ライカさんも過去世界3階級制覇していますが、はい、自分のボクシングとやっぱりこの展開、後輩のボクシング違いますよね。はい、下から見るのはね。ですね、はい、ただ本来の力をこれ遺憾なく出していると見ていいですよね。あ、もう全然出してますね。はい、まあ、焼肉が好きだというこの展開ですが、そういった焼肉タワーも今見せています。このリング上です。ここも追っていきます。もうしかしこの第9ラウンドも残りもう35秒です。あっという間のこの時間です。1ラウンド2分、女子のボクシングです。ここはチャンピオンの左が入っています。そしてボディが来ました。しかし常に追っていきます。まあ、ですから予想したこのボクシング、まあ、追っていく展開、そしてフットワークで逃げていくこのアウトボクシングのチャンピオン、そういった作りはしっかりと明確にしていますが、残り10秒になりました。さあ、ここも攻めていきます。まだいきます。2、常に追い込まれていきます。このチャンピオン、この後のこのカウンターは気をつけないといけません。そして今ゴングです。第9ラウンドが終了しています。